カウハネバポハヤンカンガス国立公園。カウハネーバポハヤンカンガス国立公園。英語、コネーバ。ポジャンカンガス、ナショナルパーク、フィンランド語、コニーブン、ポージャンカンカーンカンスアリスピュイストは1982年に設立された、フィンランドのサタクンタ県と南ポフヤンマー県にまたがる、国立公園。公園は、カウハヨキトカルビアの日報自治体にあり、 面積は57平方キロメートルである。公園は主に沼地で構成されており、面積16.3平方キロメートルのカウハネバボグ、など周りにボグが散らばっている。2004年、ラムサール条約で指定される湿地に追加された。また欧州連合のナチュラ2000という自然保護区ネットワークにも含まれている。ピルッコバハテロにより設計された、1981年の フィンランド郵便切行って、絵柄はカウハネバのボグとなっている。カウハネバポハヤンカンガス地域は、スオメンセルカ分水海の南西部地域の一部にあたる。土壌は主に芝地であり、岩盤は河口半岩となっている。カウハネバ北部の標高は170から177メートルであり、南部と西部の標高は約160メートルである。ありがとうございます。